任天堂とポケモン、パルワールド、ポケットペアを特許権侵害で提訴。任天堂株式会社と株式会社ポケモンは2024年9月19日、ゲーム開発会社ポケットペアを相手取り、東京地方裁判所に特許権侵害訴訟を提起したと発表しました。訴訟の対象は、ポケットペアが開発したモンスター収集サバイバルオープンワールドゲーム、パルワールドです。訴訟の内容によると、パルワールドが任天堂とポケモンの保有する複数の特許権を侵害しているとして、その侵害行為の差し止めと損害賠償を求めています。訴状の提出日は9月18日とされています。任天堂とポケモンは、共同名義で長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の信頼行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存ですとコメントしています。著作権じゃなくて特許権なんですね。てっきり著作権関連で訴えるものだと思い込んでいました。ワンチャン訴訟あるかなと思って任天堂が最初の声明出すまで待ってから買ったけど、まさかここで来るとは思わなかった。近年の任天堂はよほど問題があると見受けられた事案でしか法的措置に乗り出さないので、内容が気になるところではありますね。任天堂のゲーム機以外でポケモンに似たゲームができると話題になりましたね。やってみると意外と別ゲーだったりします。キャラクターの著作権侵害ではなく特許侵害って、ボール投げて仲間にするってのが特許侵害なのか。任天堂はゲームに関する膨大な特許を保有しています。著作権で勝利できない可能性がなくもないから、特許侵害で攻めていくんだろうね。数十時間プレイしましたが、パルスフィア、モンスターボールが一番怪しいところか。特許権侵害で潰しにかかれるところを探すために、あの当初は黙ってただけってことだな。ソニーと MS が分かって支援しているポケットベアを今更提訴に踏み切る任天堂は少し懐疑的かな。ゲーム業界って他の業界より特許権や著作権への意識が低い人が多いように思います。散々モーションやシステムに類似性があるってここで書き込んだら、訴えてないからありだと反論されたが、奴らはどう反応するんだろう。任天堂からすればこれを容認すると、自社のキャラクターをバンバン AI に食わされてパチモンだらけのゲームが市場にあふれかえるだろうからね。パルワールドの発売からここまで時間をかけたのは証拠集めかな。もうね、ボール投げたりとかモンスターの雰囲気とかポケモンを想起しない方が不思議なくらいの露骨ぶりだからな。任天堂のホーム部はかなり強いらしいから、結果が楽しみですね。肝心の侵害だと主張する内容が記載されていないけれど、また嫌がらせみたいな訴訟なんでしょう。初動がなかったので黙認状態かなと思っていたら、これは丁寧に事実確認と証拠を集めていたのかな。任天堂が動いたらさすがにただでは済むまい。特許権侵害ってことはキャラクター云々じゃないだろうし、どこの部分でアウトと思ったんだろうか。ソニーを後ろ盾にしちゃったから黙ってはいられなかったのかね。インディーズだから許してたけど、ライバル企業と組むなら話は変わってくるか。特許権侵害ってことはキャラクター云々じゃないだろうし、どこの部分でアウトと思ったんだろうか。知財でなく特許権侵害なんだね。白猫の時と同じ、ソニーがグッズ出す予定だったり、 TGS で PS も反パルワールド発表するという噂だったけど、これでお釈迦かね。似たようなことをするともがらがまた出ないように釘を刺す感じかな。潰しに行くわけではなさそうな気もするけど、しかし似ているとはいえ、何が信頼に当たったんだろう。モンスターのデザインがまるで一緒ってほどでもないし、ゲームシステムは普通に別物。目に余る状況ですからね。これと提携したソニーはパクリなんて当たり前と思ってるんでしょうかね。こんなの許したら業界が潰れるよ。中国みたいなデザインパクリゲーを日本の会社がやったらどうなるかっていう。コロプラもそうだけど、任天堂を甘く見すぎなんじゃない。なんでハラカミはいつまでも放置してこっちは動くんだ。スイッチで出す可能性がなくなったからかな。割と厳しそうな気もするけど、ポーズでもやらないと競合増えそうだから早めに潰したいよね。ただまあ裁判で勝てるかどうかは別の話。特許権で提訴って記事タイトルにもなっているのに、なぜか著作権侵害だと勘違いするヤフコメ民が多いな。著作権ではなく特許権なんだね。デザインというよりコロプラ的な方面の争いになるのかな。てっきり多めに見て放置するかと思った。売れた分賠償金もえぐいだろうな。向こうさん、なんか最近の記事で鼻高々に全部自分たちの努力の結晶的なこと言ってたね。中国の丸パクリの件もあるし、ついでに火種を潰したかったのかな。